ガーズイアンテップ県はトルコ南部、南東アナトリア地方の県。県とはガズイアンテップでありおよそ85万人が住んでいる。東部にシャルンウルファ、北部にアディアマン、西部にカフラマンマラシュ、オスマニエ、西南にハタイ、南にキリストシリアに接している。古代、重要な貿易施設があり、この県はトルコの主要な製造業地帯であった。また、 農業ではピスタチオが有名である。古代初期にヒッタイトに支配され、後期にはアッシリアに支配された。1183年には十字軍の進軍があり、この地でサラディンは勝ち、この勝利が鍵となった。第一次世界大戦終結後、オスマン帝国は崩壊。この後のトルコ独立戦争の混乱は、フランスの軍事介入を招き、この地は、 フランス領として扱われることになる。この後ガズイアンテップの支配権がトルコに戻るのはローザンヌ条約調印語であり、この条約がトルコと連盟国の戦争を正式に終結させた。ガズイアンテップ市はもともとアンテップとして知られた町であり、トルコ語でベテラン、選手を意味する。ガズイはトルコ独立戦争の際の住民の勇敢さに、ちなんで1921年につけられたものである。 最近この県から分割して、キリス県ができたが、ガズイアンテプの一部として扱われることも多い。カイトランスフォームと東アナトリア断層がここ、ガズイアンテプとあだ名でぶつかっている。これらは東部で北向きに動くアラビアプレートとアフリカ、ユーラシアプレートの境界面であることを表している。ガズイアンテプ県は伝統的にトルコの政治的傾向が 最も早く現れると言われており、1984年の祖国党、1989年の制度党、1994年の福祉党、2004年の公正発展党などが地方選挙で上昇傾向をつかむと、その後各党が総選挙でも活躍する傾向にある。例外として1999年、ガズイアンテプシ市長であったチェルル・ドアンの成功イメージによって、 共和人民党は、県総会で17.02%の得票を得たが、この年は、トルコ人意識の高まりによって、ウーハ、MHP が票を伸ばした。民主人民党は、クルド人意識の議論運動を展開しており、1999年には最大5%まで支持率を伸ばしたものの、この後徐々に低下傾向にあり、 社会民主人民党に票を奪われ2004年には1.81%に戻っている。有権者の傾向を見ると、クルド人も選挙に興味を表しているように見え、この県の民族構造に関係する分類を差し出しているが、カズイアンテプ県の構造に当てはまってはいないようである。これがトルコ全体にいるクルド人が注視される理由である。2004年の県総会選挙では、 厚生発展党が55.11%であり、共和人民党が21.57%であり、その他が6%となっている。この地区での選挙は重要だとして、トルコ首相、レジェプタイープエルドアンはかなりの動員をかけている。現市長は元外界として知られているアザム・グルビー氏である。ありがとうございます。